13章の続き、王都への侵入をやっている最中です。途中まで来ましたが、まだまだ先が長かったので、これから続きをやっていきたいと思います。ここは敵が突然現れるのでね、もうホラーゲーム並みに驚かされることが多いと。心細くって泣きそうって顔だ。泣きはしないが、驚かせるのはやめてくれと。こちら側で良いのかな。ここから先の場所から、うわー、だからやめろっつーのー。あー、ダメだな、連打が間に合わない。真剣に連打しないと間に合わないと。普通にポチ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 なんか押してれば間に合うかなと思ったけれども、ここで前回行けなかったところ、そちらに向かおうと。左側かな、これは。左側、うん、ようやく目的地に到着と。これで上の階に行けます。ふう、一段落。さあ、君たちの希望まであと少し。もうすぐ手が届く。かなり上まで登ってきましたね。中央エレベーターを探しなよ。いや、中央エレベーターなんだから中央にあるんでしょう。ここ。はいはい、どうも。ロックされてるので、ロックを解けと。落ちたら死にそう。これですからね。怖い怖い。専用のカードキーが必要。してこねえと。あー、敵の音が。鉄巨人のバージョンアップ型か。カードキーを探せたから戦えとは言われてないけど、戦うのがガルガンチュア。こちら側から隠れていくと。うん、戻ってきてしまったので、あれがまた向こうに行くときに。おーっと、結構近くまで寄ってくるな。だがこのタイミングならどっか階段降りられない。降りられ、あ、こちら側から降りられるか。いや、降りられないか。これはどういう、まあ少なくともここじゃダメだと。これが行き過ぎたらここは通れない。さてさて、こちらが早いか向こうが早いか。こちら側か。よっしゃ、なんとか通り過ぎたと。いやー、ヒヤヒヤして、もう疲れた。ここまで精神すり減らすとは思いもしなかったけれども。こちら側到着と。んーと、誰に見つかった。あー、ガルガンチャーに見つかったはいいものの、まあなんとか先にエレベーター起動と。ここか。どこだどこだ。エレベーター用カードキー。戦えないんじゃ王様を名乗れないね。うん、相変わらず煽ってきますね。
これでエレベーター動かして、うん、孤独な戦いがおしまいと。ということはそろそろ仲間来てくれんのかな。よくやったね。これはプレゼントだ。わあ、さっきの敵か。さっき死亡フラグ立てちゃったね。だが無事なのかな。魔法が使えてればね、マップシフトでいくらでも対応できた場面かとは思いますけど、今のところそれができないので普通に落ちてしまったと。それでも大丈夫と。リヴァイアさんの時にも落ちそうになって落ちる寸前で止まったっていうことがあったので、そうした関係かなと。おー、レイブス将軍、なぜこんなところでこのように倒れているか。あー、なんか襲いかかってきそうで怖いな。これ王様の剣ですね。戦えるのかな。武器構えることできた。何か言われてますね。ああ、これ何か書類か。書類が落ちててそれを読んだという状況かな。もう一つ、うん、妹に対して手紙を送ったような感じになってますが。どうもな。ちゃんと受け取った。では進みましょうか。早速使わせてもらおうぜ。いやー、ようやく殴りかかることができる。シフトやコマンドの能力はまだ封じられていると。魔法と合わせて使用してくるということ。でも回避はできるのでね、まあそこまで悪くはないのかなと。もう一体敵が。敵は連続で攻撃やってくるので、一発二発当てたら避けるような感じでいけば問題ないでしょう。うん、魔法の方がいいのかな。武器も指輪も君の力はみんな借り物だね。全く目的がわからないですよね、この段階にまで来ても。ここまでもう終盤になってるはずなのに、アーデンの目的がわからず、帝国の首相だか最長だかわからないですけど、その人物の影もね、もうほとんどない状況。ゲーム中にも一回ムービーが出てきただけのような気がする。何かあるんだよ、きっと。よかった、やべやがった。さて、いかにも毒々しい煙が。うん、でも別に耐久が減ったとかいうわけでは
ああ、でも通れないということか。戻るしかねえか。ほら、忠告してやめたのに。あっと、いや、ダメージ受けるな。毒のダメージ受けてる。止めねえと。換気扇を回そうと。これか？さすがにこれじゃないか。だがこうしたエリアに入れば HP の減少が収まるので、その点は問題ないのかなと。じゃあ換気扇探しに再び外に出ましょうか。うわー、暗くて見えん。敵倒すよりも移動優先で。あー、ここにアイテムあるな。だが後でで良いのではなかろうか。こちら側、この目的地は、あー、そっか、敵がいるから入れないか。んー、ダメなのか。もう一体敵、これを倒さないと。やば。ポーション使えば。いやー、敵がわざわざ遠くまで逃げていってしまったので厄介だな。これ一旦中に入って回復しましょう。うん、ここまで来れば。いや、ここも毒ガス充満してるのか。このアイテムは関係ないと。あ、これか、換気扇。あー、そっか、先ほどの場所は換気扇が回ってたから特に毒ガスがなかったと。こちら回ってないから毒ガスが部屋の中にあったと。これ外も変え、なんだ、すまんないな。外もな、折ってるか。さーて、目的地まで来ましたが、この先は行き止まりになってるので、で、これは指輪で避けてホーリーやった後に丸ボタンで攻撃というパターンがいいのかなと。ちょっと今敵みたい来たので難しくなってますけど、こんな感じで。あっと、ダメか。ふう、さて、ここでは、ここの操作盤、あ、いや、これショップか。あ、なんという便利な。ポーションだけでもたくさん買っておきましょう。ここでカードキー更新。解除レベル、 レベルが4になったと。に更新しました。レベル4までの扉の開放に有効です。仲間がいないと随分頼りないね。ここでフィニッシュかな。あーっと、大丈夫か。扉開く前に離れておけば突然敵が来るのは防げますよね。ようやくそのあたりは理解しました。今度これ下行ってるのか。わあ、後ろからご丁寧に敵が挨拶しに。加工中、しばらく待ちくださいと。さーて、あーっと、ダメか。普通にもうこれだけの方がいいかな。んっと、消えた。あー、それは気づかん。うわー、なんだそれ。だがこれは後ろから攻撃が来るっていうことだから。あ、
開いた開いたか。逃げるしかない。よしと。いや、よかったよかったとか言ってたらこの中に入ってきそうで怖い。最大 HP が500まで減ってしまったので早く宿屋が欲しいが。電源が落ちた。ああ、今度の電源探しか。何か聞こえなかった？もうまたびっくり系の何か。ちょっと怖い。あるのか？そっか、ロックされてるか。ここで装置動かして。これで少しはマシか。あー、さっきの敵が来てるじゃん。さっきの敵はどこ行った？ここやるや。いや違う、ここじゃないか。いやだがもう一箇所宿屋があるのでここで。ようやく宿泊できる。少々長くなりましたのでここで今回は終えたいと思います。いやー長いですね、ここの要塞。一向に先が見えないというわけで、続きがもし気になりましたらまた次回ご覧いただけたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。